お待たせいたたたししましたただいまよりワークスタイルを変革する AWS のエンタープライズアプリケーション戦略を開演いたします講師は a m a z o n w e b s e r v i c e s ヘッド d o f a m a z o n e n t e r p r i s e a p p l i c a t i o n s ですそれではお願いいたします皆さんこんにちはいかがですか で本日ですけれども AWS エンタープレースアプリケーションの話をしていきたいと思いますがその具体的なアプリケーションの話に入ってくる前にまずこのテーマについて少しですね AWS の歴史について話をしながらご紹介していきたいと思います。どのようなアプリケーションを構築してきたのか、そしてその AWS のポートフォリオの中でどういうふうにフィットさせてきたのかという話をしたいと思います。でこちらですね、AmazonWeb サービスの歴史を示しているチャートになりますけれども、2006年から始めてまいりました。でそして いくつかの新しいサービスを毎年入れておき、入れていき、イノベーションを行って、新しいフィーチャー、サービスをずっと立ち上げてきております。本日なんですけれども、1400以上の新しいフィーチャー、サービスを入れていますけれども、このイノベーションのペースなんですが、非常に加速化してきております。2011年をご覧ください、この時には82のフィーチャーをラウンジいたしました、2012年はこれは159に膨れ上がりました。 そして2013年になると280そして昨年は516のフィーチャーになります今年なんですけれどももうすでに234のフィーチャーをラウンチしておりますまたサービスフィーチャーをラウンチしておりますということでこのイノベーションのペースは今後も同じように進んでいくと思っております でそして、私がよくされる質問なんですけれども、ビジネスはどのように推移しているんですかと聞かれます。最近、非常に大きなマイルストーンを通過いたしましたけれども、それは何なのかというと、100万以上のアクティブカスタマーが AWS のプラットフォームを採用してくださっているということです。でそして、この100万以上のお客様というのは、いろいろな種類のお客様がございます。ベンチャー企業、AB、Airbnb ですとか、 あるいはドロップボックスといったお客様から大手のエンタープライズ、例えばジョンソンジョンソンですとか、ファイザーですとか、バンクオブ・オーストラリアといったところ、インティットといったところもありますで、そしてまた公共の機関もたくさんあります、900以上の政府系です、例えば海軍ですとか、あるいは NASA ですとか、JPL といったところも含まれております。ということで、多様なお客様、さまざまな分野のお客様が私たちのサービスを活用してくれています。では次に、構築してきたプラットフォームを見てください、ま。あ まずは最初に基本的なところ、まずリージョンとしては11あります、そしてアベイラビリティゾーンは28あります。お客様はアプ,アプリケーションのデプロインに柔軟な環境を求めているということで,で、そしてその上にビジネスを載せていきますが、載せたいところに載せていくで、そしてアーキテクトとしてもフォールドトレランスが求められるということになっておりますそのようなアーキテクチャを採用しております。 そしてこのインフラの上にコアサービスをいくつか構築してまいりました。まず演算のところ、これは EC2 のストレージから始まっています。ストレージ、それからブロックストレージというものもあります。そしてコンテンツの配信ネットワーク、CDN、それからデータベース、これは関係型非関係型、両方あります。そしてネットワーキングのソリューションといったコアサービスになっていきます。 そして、え、そしてですね、え、このリソースを管理するセキュリティというところで幅広い管理の機能を提供しております。セキュリティのケーバビリティも提供しております。 そしてこのスタックが上の方に上がっていきますとプラットフォームサービスがありましてアナリティクスアプリケーションサービス開発者向けのツールそしてモバイルサービスもありますでさっき今朝ですねマークが基調講演の中で話したものもここに含まれております。 で次のレイヤーというのがエンタープライズアプリケーションということになりますがここが私の本日のメインのポイントになってきますでまずこの下のスタックから始めてきてそしてインフラコアサービスと上がってきましたそしてここのスペースでは今バーチャルデスクトップというものがありますそれからファイルの共有ですとかコラボレーションそしてビジネスイメールといったものがこのエンタープライズアプリケーションのスタックにありますそれぞれについてこの後深掘りしていきたいと思います でこのすべての能力というのは人のサービスによってサポートされておりますつまりお客様に対してトレーニングを行っていく AWS でビジネスを構築するにはどうすればいいのかといったところでのトレーニングを含むサポートを提供しております。 では、もう少しエンタープライズアプリケーションについて見ていきたいと思います。もうすでに自問自答されている方もいらっしゃるかと思いますが、なぜ AWS がエンタープライズアプリケーションのビジネスの領域に入ってきたのだろうかとで。これはそのコアインフラからはかなり離れている部分になるかと思います。仮想デスクトップを提供する、あるいはビジネスイメールを提供するのは、スタックとして離れているんじゃないかと思いますけれども、非常に簡単な答えがあります。というのは、お客様から要請があったから実装したわけです。お客様からは、今使える ソリューションというのは、えー、フラストレーションがたまっていると例えばいろいろなデプロイですとか管理に時間がかかってしまっているということがありますそして今使っているアプリケーションというのは、えー、その いろいろなことに変化に対応できるほど柔軟性ではないということがありました。例えば、モビリティにどう対応していくのか。そして、その素晴らしいユーザーエクスペリエンスをさまざまなデバイスで提供するためにはどうしていけばいいのか。そのためには、クラウドが非常に重要な要素技術になってくるということにあります。実際に 私たちはこういったアプリケーションを構築し始めたんですけれどもその時にはさまざまなお客様の使用ケースを見てきました例えば BYOD をサポートするですとかリモートオフィスのサポートそして契約社員ですとかコンサルタントまた外注ベンダーをどのようにサポートしていくのか公共機関の場合そして教育機関の場合 では、いろいろな需要があると思いますけれども、学生に対応してほしいということがありました。あるいは開発者対応。オフショアというのもまたですね、非常にさまざまな開発チームがいろいろな世界の拠点にまた上がっていて、そしてそちらをサポートできるようなものが求められている。でそしてそのさまざまなところに分散した労働者に対応するということが認め求められています。また会社の企業買収ですとか、全、ま、く、あ、別の IT システムが入ってきたときにどうするのかといったことで。そしてお客様から話を聞いている限りはです、ね 全てを SAS の環境に移したいソフトウェアザサービスの環境に移したいという要求もありますしお客様からはまたグラフィック中心のワークロードにも対応してほしいというような声が上がってきております。で今申しし上げたようなユーーーススケケに対応していいるところでいくつかのアプリケーションを 開発ししてままいりました本日3つコアとなるアプリケーションをラウンンさせていたただきましたアプリケーションサービスと言うべきでしたね,ね。そしてそれをサポートするためのサービス、こちらもお話をさせていただきたいと思います。まず、ラウンチしたのが Amazon Workspace です。Amazon Workspace はセキュアな仮想デスクトップのソリューションをクラウドの中で提供するものです。Amazon Workspace は仮想デスクトップに サービスを提供するためののです。というのはお客様からも今こういうことができないという話があったのでそこに対応するためのソリューションです。後ほどお話をいたします。で、Amazon Work Docs。これが二つ目のソリューションになります。これはファイル共有、コラボレーションのサービスになっておりまして、エンドユーザーがセキュアな環境でドキュメントデータをクラウドの中で格納し共有することができるようにするサービスになります。Amazon Work Mail。で、これは最新のサービスの一つになりますけれども、 1>, 1月、今年1月に発表させていただいたものになります。で、これはまだプレビューになりますけれども、Amazon Work ールというのは、アウト o ックと完全互換性を担保しておりまして、非常にセキュアなビジネスイメールのソリューションを提供するものです。で、こちらも後ほど少し深く説明をしていきたいと思います。そして、こういったサービスをサポートするときに、最近、サンフランシスコのサミットで発表させていただいたサポートのサービスがあります。まず、ワークスペースアプリケーションマネージャーです。これはツールになりますけれども、 お客様がパッケージングそしてデスクトップアプリケーションをパッケージングして管理してデプロイをしていくということです。それはマゾンワークスペースを活用しながら行うためのサポートツールです。でそして AWS マーケットプレイスフォーデスクトップアプリケーションというのがこちらをサポートするものになっておりますけれどもこれは AWS マーケットプレイスの新しいカテゴリーになっておりましてこちらを使うことによって お客様がアプリケーションをエンドユーザーの中にその月額ベースでデプロイすることができるわけです。で100以上のアプリケーションデスクトップのアプリケーションがありますけれどもこれをその月額のサブスクリプションで利用することができるようになるというものです。でこれはお客様にとって大きなイノベーションになっているのではないかと思います。 では、ここから少しワークスペースについての話をしていきたいと思います。ワークスペースをもともと発表したのは、2013年のリインベントのイベントの時でした、ね。そしてそこからプレビューが始まりまして、1月にオンボーディングが開始いたしました。ね、そしてほとんどの AWS のサービスと整合性を保ちながら、まあ、あの最小限のですね、バイアブルなプロダクトというのを出しましたで。これはフィーチャーライトのものになっておりまして、基本的なフィーチャーが入っていて、まあ、お客様が求めている基本的なフィーチャーが入っていて、 フィーチャーだけに絞っったものになっておりますそこでお客様からのフィードバックを受け取りましてそこからですねそのプロダクトに対していろいろとフィードバックの内容を反映させていくというものになります。でそして2014年3月にですねこちらを公にランチいたしました。まずです、ね、その アクティブディレクトリーのシナリオもサポートするようなことで、でそうしていくつかのリージョンに拡大していく、ね、そしてその中でワークスペースが利用可能になっております、でそして多要素のです、ね、認証ですとかカスタムイメージにも対応しております、ローカルプリンティングもサポートしていますまた、先ほどお話ししたフィーチャーとして、アプリケーションのマネージャー、マーケットプレイスなども導入いたしました。 こういったフィーチャーを導入する中で分かってきたことはさまざまなユースケースがそこから生まれているということでした。ということで、えー、非常に多くのお客様がすでに使ってくださっていますすでに7000以上のお客様がこちらの製品を使ってくださっています例えば大手としてはコカ・コーラカンパニーネットフリックスニュースユーケそれから日本のお客様もいらっしゃいますコンビそれしてヤマハ様などがいらっしゃいます。 それから東海コミュニケーションズ、サーバーワークス様などがいらっしゃいます。幅広いお客様がさまざまなユースケースを作り出しているという状況です。よくお客様から言われることなんですがワークスペースによってコアの痛みを払拭することができると言ってくださっています。物理理デススクトトップにおいいてはまずそもそももコがが高い管理が困難である という課題がありますまた物理的に分散しているということからセキュリティを担保することが難しい、えー、例えばここのデバイスにデータが保存されてしまっていてグローバルユーザーなどラップトップでなかなか例えば飛行機の中でそのままデータを置いておいて、そして盗まれてしまうというような形でセキュリティの懸念があるということが分かっていますで、それに対しての解が仮想デスクトップであるはずでした仮想デスクトップが最初に出てきたとき過去4年にわた もう仮想デスクトップの年というのがずっと続いてきたかと思いますアナリストの目から見てもセキュリティパフォーマンスそして管理性というのを考えますと仮想デスクトップがさまざまなメリットをもたらすと考えたわけです主要な企業大手の企業多くのお客様が物理デスクトップを仮想デスクトップへと切り替えていくということが起きましたしかし我々が思ったほどスピーディーには移行は進みませんでした つつは理理由由がありますすパフォーマンスが1つの理由ですユーザーパフォーマンスがオンプレミスバー,ショバーチャルデスクトップと比べてそこまで良くなかったということそれからバーチャルデスクトップを管理する設定をするということが実はより複雑で思っていたよりもコストが高くつくということが分かったのです今日例えばバーチャルデスクトップをオンプレミスで点火しようとするとまず最初にやらなきゃいけないのが。 高価なハードウェアを購入するということそしてそこでデータセンターで設定をする必要がありますそして高価なソフトウェアを買わなければなりませんその後専門のアドミンの方を雇ってそしてオペレーション環境の管理をしてもらわなければなりませんまた意思決定を下す頃にはもう何ヶ月も場合によっては何年もかけてその計画を練って初めて初のユーザーが出るというような状況になってしまうでしょうまたデプロイしたとしてもそこまで思ったほどの拡張性を手にすることができません システムパフォーマンスを思ったほど上がらない、そして組織の中で拡張性を手にすることができなかったりします。今度、加速デスクトップからクラウドに移行することによってこういった痛みを払拭することができます。Amazon、ワークスペースにおいてはハードウェア必要ありません。プロビジョニングもユーザーが月額あたりで設定することができます。スケーラビリティも例えば1名から何千ユーザーまで対応することができます。また、マルチデバイス対応となっています。デスクトップも。 新クライアントもタブレットも対応することができます。また、既存のディレクトリに対応しています。既存のアクティブディレクトリに対応します。ということで、ユーザーは同じセキュアクレデンシャルをオンプレミスのものを使ってワークスペースでも仕事をすることができます。また、長期的なコミットメントはありません。 月額料金以上の長期契約をする必要はありませんまた重量性課金制となっていますますた最高なのは従来型のオンプレミス BDI と比べると半額のコストで済むというところにあります AmazonWorkspace を使うことによってバーチャルデスクトップの約束を果たすことができます拡張性も手にできます安価でそして素晴らしいユーザーエクスペリエンスを提供することができます必要な時に使うことができるという状況になっていますまたお客様自身が このソリ・ューションを導入すするといいう形で評価しててくださっていますリインベントのカンファレンスにおいても2015年はジョンソン・アンジョンソンにとってワークスペースの年になるということを言ってくださいましたすでに1年で2万5000台以上の仮想デスクトップを導入予定となっていますもともとは契約社員から始めてその後で社員をどんどん追加するという形になっていますすでにこのデプロイは始まっていますもうすでにプロセスに入っているという状況にあります お客様から言われることの一つ、特にワークスペースの早期の段階で言われたこと、それはアプリケーションを管理、デプロイする、ここが非常にデスクトップが分散されている環境では難しいということでした。そこで2つの新しい追加機能を提供することにしました。それでご支援しようということになりました。まず1つ目、AWS マーケットプレイス4デスクトップアプリケーションです。 100以上の異なるアプリケーションがあります最も人気の高いアプリなどありますのでマーケットプレスから直接ワークスペース側にプロビジョニングすることができます月額料金となっていますアドミンとしては自分がユーザーに対してプロビジョニングしたいアプリを選ぶことができますそして直接ユーザーに対してワークスペース環境においてデリバーすることができますワークスペースのコンソールからシームレスな形で配信をすることができるようになっています 先ほども申し上げましたけれども、110以上のアプリケーションが11のカテゴリーにおいて利用可能になっています。さまざまなカテゴリー、アプリケーションがすでにマーケット・オプレスにおいて提供されています。例えば、ビリング、プロダクティビティ、コラボレーション、それからセキュリティ、ストレッジ、セキュリティ、アーカイビングなどいろいろあります。ユーティリティもあります。それからイラストレーション、デザインツールもあります。CAD、CAM アプリケーションもあります。 メディアエンコーディング、プロジェクトマネジメント、さまざまなタイトル、アプリケーションのカテゴリーがございます。また、アプリケーションのデプロイをサポートするためにワークスペースアプリケーションマネージャーを導入しました。このワークスペースアプリケーションマネージャーの良いところの一つ、それは。 マーケットプレイスからアプリケーションをデプロイできるだけではなくお客様ご自身でご自身のアプリケーションのパッケージ化と管理をできるということですそしてカタログを作って自分たちが社内で作ったアプリケーションなども盛り込むことができます100から数千のビジネスラインアプリケーションが 社内で構築されていて、それを管理して、そしてデプロイしていきたいというようなニーズもあります。ワークスペースアプリケーションマネージャーを使えば、そういったアプリケーションをパッケージ化して、コンテナの中で運用することができます。セキュリティを担保したコンテナの中で使うことができます。デバイス側にデータがインストールされているかのように動作します。コンテナ化されているので、ライフサイクルマネジメントもより簡単になります。パッチを当てやすくなります。また、デプロイメントも楽です。スピードも上がります。 また、コンフィグ、デプロイなどアプリケーション、ユーザー、グループごとにやることができます。ワークスペースアプリケーションマネージャーを使うことによって、お客様は自動的にバックアップ、アップグレードなどをアプリケーションに対して行うことができます。ということで、素晴らしい機能がいろいろ盛り込まれています。こちら、サンフランシスコでアナウンスされました。今日はアメリカ2つのリジョンで展開されています。まもなく東京リジョンでも、おそらく今年中には利用可能になると考えられています。 またあ、今朝 Amazon ワークドックス東京リージョンにおいてもご利用可能になるという発表を皆さんお耳にしているかと思いますもう試したという方挙手お願いします試してみたよという方いらっしゃいますか数名いらっしゃるようですね我々本当にこれ嬉しく思っております今ベータバージョンで英語バージョンということで数ヶ月出してたんですけれどもやっと日本語化し東京リージョンでも展開することができるようになりました ぜひ皆さんからのご意見をいただきたいと思います。試してみてください。ご意見をくださいでは、ここからはワークドックスがどういうものかというのを説明したいと思います。ワークドックスというのは、お客様に対してセキュアな形でドキュメントを管理できるようにする手法となります。コラボレーションフィーチャーも盛り込みました。そうすることによって、ドキュメントのシェアリングをできるようになっています。チーム間でコメントなども載せられるようにしています。 ここでの主要なフィーチャーですが Amazon WorkDocs を使うことによってユーザーはドキュメントへのアクセスをいつでもどこでもできるようになりますご自身の好きなデバイスからアクセスできますセキュリティモデルがベースとなっていて既存のアクティブディレクトリを使っていきますのでユーザーは同じクレデンシャルを使っていくことができますオンプレミスと同じクレデンシャルを活用することができますまた 多要素認証をサポートしていますので、さまざまなデバイスを使うことができます。また、ユーザーはドキュメントを同僚と簡単に共有することができます。今朝もビデオのデモをお見せいたしましたけれども、ドキュメントがアップロードされたらば、ユーザーネーム、共有したい E メールを入れれば、会社のディレクトリにその情報が載っていれば、そのドキュメントを共有することができます。そして、コメントなどを載せることができるようになっています。そして、一度ドキュメントが共有されますと。 グループの中で共有をするとそのドキュメントを閲覧することができましてそしてドキュメントにコメントを載せることができますそしてそれを共有しているグループ全員でまた共有することが可能になるわけですでユーザーはドキュメントをダウンロードすることもができますしその中にコメントを入れたり編集することもできますでさまざまな制御の機能ですとか許可の機能が入っておりますでこれはそのエンタープライズカスタマーが期待しているものが入っておりますのでこのフォルダに対してのアクセス権限というものも設定することができます ことが可能になりますしそしてトラッキングですとかログを取るということもなります文書がどのように活用されているのかといったのをトラッキングログ取ることができますので非常に使いやすいシンプルなユーザーエクスペリエンスになっています では次にビジネスの価値としてどうなっているのかということなんですけれどもアズマゾンワークドックスにはお客様が求めているさまざまなセキュリティの機能があります。例えば保存時データに対する暗号化転送時のデータに対する暗号化があります。そしてそのデータを置いているところのリージョンごとの制御つまりはどこにデータを格納したいのかということを選ぶことも可能になります。 そしてその文書が冗長化されていますのですべて S3 にバックアップが取られていることになりますので非常にです、ね、このセキュリティの信頼性が高いということになります。 また、えー、外部ユーザーとのファイル共有の制御もありますので社内の共有もできますし社外の人とも共有ができるような形になっておりますで。そしてファイルとフォルダのアクセス制御があります。これはとても重要な機能であると考えます。管理者が適切な制御をドキュメントのアクセスに対して提供していくということはとても重要なも求められているものになります。そして全てが監査可能です。誰がいつドキュメントにアクセスをしたのか。 というのをトラッキングすることができますのでこれは規制ですとか特にコンプライアンスの厳しい環境では重要になってくる機能であります。 そして次にお話を差し上げたいのは AmazonWorkMail です。で、この AmazonWorkMail というのはまた一番新しいサービスの一つになりますけれども、これを使うことによって、メール、E メールとカレンダーをマネージド環境で使うことができるということになります。で、お客様から上がってきている声としては、ほとんどのお客様がまあオンプレで E メールを管理しているということです。その時には Microsoft のエクスチェンジですとか、他の E メールサービスを活用されているということです。で、お客様、話をさせていただいたところ大半は、まあ アウトルックを使ってエンドユーザーが自分のメールを管理しているとでエクスチェンジというのはオンプレミスで管理をするのがとても大変であると非常に高価であるということと複雑であるということまたスケールアップがそれほど思ったほどできないということがありますそしてそのエンタープライズ企業というのはま世界のあちこちになりますのでさまざまなエクスチェンジの環境を 異なる場所に設置して互いに通信を行うというのが非常に難しいということでありますのでそのメールサービスをですね簡単にスケールできるようなものそしてそれをクラウドに動かすことによってエクスチェンジで抱えている課題を解決したいというものがありましたしかしマイナス点としてはお客様としては全く新しい E メールのクライアントの学習をしたくないですそしてそのメールのやり方を変えたくないということがありましたつまりこれまで使い慣れ親しんでいるアウトルックを使って E メールをやっていきたいというリクエストがありましたでここでワークメールはどの,ようにしたの ののかとといいうままず非常ににセキュュアなな E メーールのソリューションになっていますでマルチテナントのクラウドの E メールのソリューションとなっておりましてマイクロソフトのアウトルックとネイティブの互換性がありますつまりアウトルックとフィデリティが担保されていますし、えー、あとはミーティングのスケジュールですとかその E メールの環境というのが変わってもアウトルックとネイティブな互換性を担保しているということです。でそして非常にスケール 性のあるソリューションを行っていますでそしてその必要なだけのですね、えー、使いたいだけの支払いをすることができましてそして1から1000数千名のユーザーに対応できるということになっておりますで a z o n ワークメールの差別化の要素もいくつかありますけれどもまずそのお客様のマネージャーのキーを使って暗号化していくでそして、えー キーマネジメントサービスというのを管理するために暗号化を行っていく。でそして、そのどこにですね、データを格納したいのかというリージョンを選択可能になっております。これはそのデータの知見というところでは非常に重要なものになっていると思います。また、シームレスに Amazon WorkDocs との連携が実装されておりますのですと、あと、あの添付を,、えー、そのをつけることができます。でそして で複数のデバイスからアクセスできるようになります。で、u t l o o k のデスクトップとも互換性があるということになりますしまた、アクティブシンクを活用することもできます。で、そしてそれを使って既存のタブレット上のメールクライアントとやり取りをすることができます。そして Web アップも提供しておりますけれどもそのカレンダーですとか E メールにブラウザーを経由してアクセスすることができるようになります。そしてワークメールは他のインタープライズアプリケーションと同様に オンプレミスのアクティブディレクトリと完全に統合しておりますのでそのユーザーがセキュアな環境で非常に慣れ親しんだ環境で今使っているクレデンシャルをそのまま使うことができるようになります。でそしてその管理者がディレクトリですとかグループポリシーとの統合というところでは管理者がコントロール権限を持つということになります。でワークメールというのは1月にプレビューがラウンチされました。でそして GA は今年の夏を予定しております。でそしてそこから 今はまだダブリンとバージニアでのプレビューモードになっておりますけれどもこれを公開したらリージョンを拡大していきたいと思いますでそしてその今年後半には東京でも利用できるようになるのではないかと思っておりますで以上がですね私たちが今行っていますワーク関連のアプリケーションになっておりますこれはまだ Day1 始まりだというふうに思っておりますでここの目標としてはエンドユーザーのアプリケーションとし してお客様のニーズに合わせていきで、そしてエンドユーザーのコンピューティングの環境をクラウドに移していきそしてスケーラブルかつセキュアな環境で使えるようにしていきたいと思いますそしてエンドユーザーのエクスペリエンスを非常に高いものにしていきたいでそしてまた管理者にとってはその管理的な機能というのをですね、低コストかついい経験で提供できるようにと思っておりますでこのような方向で進んでいきたいと思います本日はお時間いただきありがとうございましたご清聴いただきありがとうございました ありがとうございました。